タです。マモです。なんだその頭、なんでさモヒカンなのに真ん中分かれとんの。今日はヒロシが1、2、3つとマンボウこれ1個ってことだろ、その花が。いやいや、激辛担当じゃん。じゃあちょうどほら分かれてるじゃん、3個くっついてるじゃん。いやだから激辛担当だけど大食いで3つってことだ。ちょっとうまいこと言ったね。いや、でもあの全部こと屋のラーメン食べる。そう、まあいいや、今1個ずつ食べる。はい、俺2つぐらいもらう、足りんで。よし、じゃあはい、食べるわ。前の部屋をね、みんなに公開するぞ。公開処刑にしたろうか。違う、YouTube に公開するぞ。公開してるじゃん。YouTube に公開したら、中華からひどいなって言われる。全世界の方々がビビります。俺もビビった。お前自身のあの幽霊みたいな、一番青ざみたいな、俺なんか鳥肌が立つところじゃなかったの。あれね、名前つけとんの、あのお化け。いや、僕まだ会ったことないんで。お前しか会ったことない。俺やだって言ったから逃げるように帰ってたのな、俺。ヒロシなんで止めんかったの。なんであの時。いや、めっちゃ褒めたんじゃないですか。俺、振り切ってた。でもお前の部屋では絶対理由は言わんかったよ。教えてくれなかったよ。言ったらあのお化けがついてきそうだね。でもそうですね、言ってくれなってなって。やばいって、マジで。今でもあれ思い出すと痺れるもんね。本当やばい。そんなやつが2人。2頭と猛獣みたいな。なんかドラクエで出てくるなんかラスボスみたいな。でも何でも飼い主に入れるっていう。顔でかいやつ買ってないです。だからさ、なんかあれだもんな、ヒロシって邪魔が入るよね。怒られるよな。なんだろうな、もう。だからお前 HCO って書いたんだろ。ヒロシ怒られるの。あ、怒られる。あ、そういうことだ。ヒロシ怒られるってこと。何々立ち上がったの。マジで分かっていいから、3で。一生座っとって、アロンコは口だったわ、お前。あ、すいません。よし。まずピッてって。作戦できないじゃん。これにあれだろ、なんかコンソメとかに入れて飲むってやつなんかあるよな。あ、焼きそば弁当ですよ。待って、うまいなんか心臓ドキドキしてきましたね。なんかやっぱ唐辛子が入ってますよ。一味なんで。ペペロンチーノみたいに。あ、そうですね。たぶんこんな感じ。ふりかけですね。めっちゃ緊張しますね。すごい鼓動が早くなって。なんかさ、チーズかと思ったの。そんなにいいもんじゃないです。あー、唐辛子ですね。あ、ふりかけじゃない、唐辛子やん。うわ、すっげー、これどうですか、それ。え、そっちからかけるの。こっちの方が正解ってのは分かってたんですけど、何かが分からなかった。ちょっとなんかかけ気味なかったからね。これ、ヒロシはそれのに普通な感じ。でもソースの感じがします、いつも。いや、僕激辛にプラス一味がさっきのやつ、それが入ってるだけの話かい。嫌だな。めっちゃ肩によりましたね。絶対辛いっす。はい、あっ、買っとく。はい、どうでもいいけど。食べれりゃいいもん。でも何、早い人何分やったの。あんまり調べてないですね。お前がちょっと日本一行くぜ。ちょっと見して、どんな感じ。僕はあえて全部行きます。このまま行きます。マジで。はい、そんちょん見して、そんなんでいいの。はいです。あっ、メガだってお前1リットルお前10秒分やろうや。あとそれも30秒で飲めるんだろ。何で。あ、ちょっと待って、水やったら流し込めばいいじゃん。それでだけ。いい。やっぱ見たい、俺も。なんか30秒以内に。じゃあこれマー君が。はい。10秒で食べるお前を。10秒。いいかもしれないけど。30。普通の台。あ、台ね。なあ。なんかたまにはなんかすげえとこ見してよ。途中で笑えてきそうで。笑ってもいいけど、ブブってやって。ブブってやった瞬間、バーンって行くから。ブブバーン、ブブバーンって。マークの方にブブってやって。ブブってくるじゃないですか。それバーンじゃないですか。バーンってやったら、もう一回ブブってしてやるから。
こっちで引いてけ。再生できねえ。馴染んできた。どこいつもいいです。いい。じゃあ行くよ。いただきます。ゴッキーからどっちが辛い？まあ、ゴッキーからの方が辛いですね。あ、でもキノコかな。なんやっぱ一味が入ったもの、うん、辛い。ティッシュとか入ってもいいです。お、中中入ってる。はい、辛いですね。ヒロシが、なんか毎日ティッシュ使うもんね。夜な夜な夜なではないですか。日々目こうやって涙出るよね。なんで目触ったん？あ、ほら涙垂れとるぞ。触る前からでも涙出そうですよ。後からしますよ。どっちが辛い？何やっぱでも、やっぱり全然前やろ。じゃあ5匹からぐらいか、普通の。そうですね、より辛い。やっぱこのプラス、プラス1味が、1味分が辛い。6、7とかですね。そんな、その1味は、1味は辛かったの。ああ、まあ唐辛子だもんね。順位的に前になるが1位じゃんか。2位はカレーだった。あ、麻婆だった。何が辛かったの？僕は麻婆でした。麻婆、その次がカレー。あんま覚えてないよ。何が辛かったか覚えてない。これ何番目ぐらい？もう一個いく？余ってますよ。辛かったってことだね。あ、口の中痛い。全然収まらない。いや、でもさ、あなたさ、おかしくない？って言ってるけど、マコットちゃんの六撃食ってる人がこれが辛いとおかしくないって。いや、六撃より辛いかもしれない。いや、六撃、あれ、なんだ、キャナルギリパーと、あと、なんだっけな、いやそれも入ってない、それだけだよな。あれ、やばいよ。一撃だけでもあれ、やばかったろ。マコットやつの三撃ってどっちが辛い、これ、まあ、だろ、六撃食った人がさ、これで辛いで水が収まらないですって言っとる意味がよくわかんない。三撃目が吹いてるの変わんないですよ。一人言うなよ。まことやで普通のままでっちゃらが辛そうに全く見えなかったよ。でも汁があるのにないと違うんじゃない？はい、氷をいただいてもいいです。氷なんかボールみたいに入れてこれ。二人で分けや。誰がラブリーの二人だ。どっちかグラス逃げればいいんだけど、なんかディープ傷したら治るかもしれない。それは無理です。
えそこに入れよう。お前なんでそこに入れようとした今ヒロシ。辛さを味わいたかったのもう一回。でしょうか。もういいや。もうこれ見たい。見たいね。めっちゃ辛いって言ってんのに。炭酸水飲みすぎやろ。こうか。その動画を見てヒロシと注意したいっていう人が出てくるかもしれない。いや、待つなよ、ヨガで。その、チューチューチュー。お前、うっぜぇな、お前。クラッシュッと、お前。こぼすよ、お前。やめろ、お前。チューチュー。お前、クラッシュッと。クラッシュッと、お前。ちょっと見よう。わざとやっとるやろ、お前。魚か。お寿司行ってくれる。あ、画面越しでキスしたいから。おかしいから言ってるんだろ、お前が。ドアップでこうやって見てくれるの。はい、食べ終わりましたね、ハン様。頭バーンってやる。口がもうそれどころじゃないんですよ。でお前はマコテヤの6匹食ったのがすごいと思うよ。すごいっすね、うん、あれもう食い終わった時見とって涙が出たもん。俺なんか感動しました。すごいな、すげえなーって涙止まらんかったろ。いや、36も一緒ね。俺見とって泣いとったやろ、お前が6匹食べた時目の前で笑ってましたよ。なんか普通そうに食べとったのにつまらんみたいな。ヒロシ的にはどうだったんですか。格闘しとったの辛くて。目撃は口より胃がやばいんですよ。今回はあの口の方がやばい。小さいっす。でも胃は全然あれなんですよ。そう、後で襲ってくるんじゃないの。そうでもない。あ、でもあれ、あの6匹のあのスープとかあんだけのもの入ったらやばいよな。で腸動いとるの分かんだろ、腸は。でも言うじゃん、極激辛だとかファイナル食べた後にこう腸の辛いのが動いとるのは痛いんだろ。あ、でも最初はあれですけど、ちょっと免疫ついてきたんですよ。2人で歌、なんかエンディングのなんか歌作ってこうやろうぜ。歌ですか。あ、俺が作曲したのは僕の名前はだいぶ著作権的にアウトじゃないですか。